あの今人生で一番やらかしたこととか黒歴史聞いてるんですけど何かありますか？海の家の店員なんですけど夜に伺わしいことをしてしまいました。こいつが、お前振り雑すぎるだろ。勝手に行くんで。え、今の話は誰なんですか？彼です。あの海の家で酔っ払いすぎてシャワー室でエッチしました。なんでお前が行ったん？いや、なんか黒歴史って言われた時にやって俺なんもねえなと思って。え、なんで止めないの？いや、こいつだったらいけるのかなと思って逆に何かありますか？もう今言われちゃったんで。そっか、もうなんもない。そうだよね。